いや俺の戦法を言っていい、はい、古文単語戦法大変なまめかしいございますどうもオファルスメンテでございます。花尾と申します。人事の伝賀と申します。よろしくお願いします。ウイリンと申します。よろしくお願いします。森です。よろしくお願いします。今回はやばい、怖くて言葉が出てこないそんなことありますよね。今回は就活ということでマナー会社の面接を受けに来ました。なんと、はい、鬼マナー講師と呼ばれている平林先生の経営するマナー会社に参りました。なるほど、もう鬼ヶ島です。あ、それ実質鬼ヶ島です。聞いてたからさ、あの攻撃力下がってます我々。いや、そうなんですよ、攻撃力下がってますね。そうなんですよ。いや、しかもな、こいつ何がやばいってさ、ネクタイの色やばい。ネクタイの色がやばい。これ絶対言われるやろ、これやばいな。いや、でも怖いっすわ。そうそう、しかもあの今もう斜め後ろに貼るっていう。いや、もう威圧聞いてますよ、即死絶対聞かれてるんですけど。で、今回はもうほんまに、はい、真面目にガチで面接受けてください。ボケなしで。いや、笑いとかなしです。笑いなし、涙あり。あ、なるほどなるほど。それさ、あんまり涙じゃない可能性あるぞ。怒られて泣く涙って。というわけで、やっていきたいと思います。めぐりてバスボーイズ鬼退治なんかってそんなこと言ってた。鬼って言うか、鬼って言ってるんやもん、自分でやって。初めまして。初めまして。初めまして。私、鬼のマナーともなくて、鬼マーナーという会社の平林かひらりんか1、8、10のもくもくと書きます平林でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。このとつきやすいこの3つの条件、これは第一の3秒で決まります。そこですんさん、今日はですね、はい、面接のマナーを受けるというふうに聞いてましたよね。私はなんかスーツで来いとしか言われておりません。それではスーツですか。そうです、私なりの勝負でございます。まねたようなスーツですねまずどこの会社でも受からない私はそう思います。デンガンさん、自分笑ってるけど、それは暑かっても、はい、それをまくり上げてはダメです。ごめんなさい、すみません。謝らなくてもいいんですよ、はい、ドレンさんみたいになんかみっこ色気出してるような人っていうのはですね、仕事に力が入らないってことですので、おそらく見た目で失敗するんだろうなと思います。髪の毛触るな、愛しな。返事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 私がドアに対して近くに立っていることが望ましいとおっしゃっておりました、ね、ノブに対してドアではなくてね、ドアではなくてノブなんです。もういつまでもこうしてね、先読みしよう先読みしようこれがええやろ覚えてるんやでっていうのはですね、もうまずこれマイナスが来るわけですね。ノエリンさんは言ったことがちゃんと素直に出ますから、こういう方はぜひお願いしたい。まあ、見た目は悪いけれども、まあ、そこそこいいかなと思いますが、他の方は何かが抜けてしまうのでちょっと問題があるかと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。ここを見るな。はい、どうぞ。はい、どうぞ。失礼します。はい、どうぞお入りくださいませ。私も聞いてない。失礼します。で、可愛いわね。はい、いやー、いやー、怖い。可愛いってこれもう郷土人だったら言っちゃう。はじめまして。はい、はじめまして。私、株式会社の平沢和樹でございます。はい、よろしどうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。どうぞおかけになっていただく、リラックスしていただいて。はい、失礼いたします。はい、どうぞ。
これでもなるってこうなるってこうなるよ。カメラを失礼いたします。カメラを失礼いたします。聞いたことない。聞いたことない今まで。それでは早速笑顔で私を幸せにしてみていただけますか。こんなこと。プロポーズですか。私を幸せにしてみていただけますか。エッジスマイルです。はい、それが笑顔なんですね。えぐいな、この面接。どうですか、これ。気色悪いかなと思います。またまた。はい。そうなんですよ。はい。二つ目なんですけれども、はい、なぜ辞めるんですか。やはり、これまで私、YouTube 事業に携わっていたんですけれども、今まで社会に全く出たことがなくて、この世の中に対するマナーというものを全く知らずに、ここまで来てしまったものですから、これを機に、社会のマナーについて興味を持ち始めまして、御社を。めっちゃ浅いもんなことで。そういう激浅。一番最初にじゃあどうしてその私どもに入らなかったんですか。やはり僕はですね、私はですね、はい、面白いことが、好きということで、前の会社は面白くなかったんですか。いえ、とても楽しかったんですけれども、当時は楽しいことが好きだったんですけれども、やはり年を経て、楽しいことも大事なんですけれども、楽しいこと以外で人を気持ちよくさせたいという思いが強まってまいりましたので、御社を。絶対思ってないもんね。御社を。思い出しました。なるほど。転職といういい言い方をなさっていますけど、結局続かなかったんですね。そうとは言ってございません。今ですね、私の業界に、はい、マナー業界に足らないものって何だと思いますか。そうですね、恐縮なんですけれども、はい、やはりその形だけではなく、はい、心というものは僕は伝播するものだと思っておりますので、なかなか昭和の人間伝播しないって言ってましたけど、伝播しないって。ちょっとあの意見で反抗しとる。先生に反抗しとる。確かに僕は、はい、私は、はい、気持ちで人を動かすことができると信じており、おる性分でございます。気持ちって今張りたいっていう気持ちがじゃあ私今届いていますか。それはですね、やはり受け手の問題にもよるかと思います。先生が悪いと。受け手が悪いということでございます。いえ、そうはございませんが、はい、そこは相性の問題もあるのかなと。じゃあ相性が悪かったということでございますか。いえ、僕は大変相性はいいなと個人的に、うん、感じております。根性があるとおっしゃったけど、根性がないから辞めるんですね。いえ、そうではありません。心変わりは誰しもするものはするものだと思っていますので。花さんが人って面接時の初めて見ました。君ら花尾と面接してるよね。その時こういうのやった。でも花尾さん、花尾さんこうです。え、マジでこうです。前の会社の、はい、うん、いいところって何が良かったですか。前の会社は今やってる、まだ現在、ね、はい、やはり自由な風潮が私の性分にマッチしているから。お前が作ったよ。あなたが自由の風潮を作った。その風潮を前が作った。来てもいいし、休みたい時に休めたりする、そういうような令和ならではのこの働き方というのが私の身分に合っていたなと感じております。平成の人は仕事ができないんですよ。そんな風に自由に来られて自由に帰るっていうことを言われたら、形のものっていうのを渡すことができないので、いつに出来上がるのってことがわからないの。それであれば、平成の方っていうのはちょっと難しいなって思うのですが、この意見についていかがでございますか。私の性格といたしましては、はい、自由な働き方は好きなんですけれども、はい、決して怠けているというわけではなくて、はいはい、逆に言うとその働き方こそが私自身のポテンシャルを最も発揮できる環境になったのでございます。なるほど。ということは、前の会社のいいところとか悪いところを聞いてみましたね、今私がね、はい、あなたが新しい彼氏だった時、はい、いいことを聞いて気持ちがいいですか。前の会社のいいことを聞いて、それだったら前の彼におれよと思いませんか。そうですね、で悪いことを聞いたら、こいつ私と別れたらまた悪いこと誰かに言うんだなと思いませんか。そうですね、そうだと思います。だったら前の会社のこといいところを言うのは乗せられただけですね。これは1本取られましたね。1本取られたんですか。3本ぐらい取ったと思いますけどもね。学
迫力が良くて偏差値が高いので希望してたんですけど、いかがなものかと乞うご期待ということでお時間頂戴いたしまして、ありがとうございます。なんでなんでなんか、え、失礼します。あれ、え、なんか知らん間に入ったんですけど、お疲れ様でございました。はい、失礼いたします。はい、お気をつけてお帰りくださいませ。カニのようですね。はい、よく言われます。カニ座ですか。獅子座です。あ、そう、獅子の割にはカニに見えました。お疲れ様。はい、ピースで、はい、失礼いたします。チョキチョキ。はじめまして。はじめまして。私、大阪大学に在籍しております、はい、ノイリンでございます、はい、本日はよろしくお願いいたします。うまい、これうまい、これうまいね、ノイリン。心死んでます。ここうまいよ。さて、私どもは、はい、オニマーナーという企業なんですけれども、はい、女性ならではのことでどんなことができますか。女性は着物とかをよく着る機会があると思うんですけど、はい、着物のマナーっていうのはしっかり知っている人っていうのは少ないと思うんですよ。のどに落ち着いて喋れてるで。落ち着いてるな、まあ、すごい話すテンポがいいよ、うん、教えていけるんじゃないかなと思って。いいことおっしゃいますね。でも暑いですよ。そうですね。夏は浴衣とかも。すごく暑いですよ。苦しいですよ。お腹の辺が汗もで痒くなりますよ。それでも必要でしょうか。質問も結構なんか鋭いに来ますよ。鋭い。質問めっちゃ鋭い。正直。着物とかだったり、まあ、着物とかだけじゃなくて、女性とかってハイヒールとかも履いたりするじゃないですか。見栄え的にはすごい綺麗には見えますけど、うん、その自分で着用している身としては結構しんどかったりするじゃないですか。そういうトラブルもその回避するためにいろいろ策を考えるっていうのもマナーの一部かなと。話は変わりますが、はい、あの無駄なものってすごく魅力的なんですよ、はい、例えばどんなものがですか。首が痒いで、今書いたんですね、うん、首が痒い。汗もの話しかしてへんじゃん。マジで。前者と後者とどう思う。私は後者の方が所作が綺麗だな、綺麗だなと思いましたね、うん、これは2秒なんですね、うん、これは片一方だけで4秒かかるんです、うん、無駄なことをやるとしながって綺麗に見えて、つまりマナーというのは無駄なことが付加価値なんです。なんかすごい本質的な授業を学んでいるぞ。無人島に行ってマナーを持っていけと言われたら何を持っていきますか。無人島でですか、はい、無人島でのマナー。ピオマルサイトに入ってたかも。いや多分なんかテンポったら何も言えない状況入るんですか。いただきますっていう挨拶のマナーを持っていくかなと。こう自給自足の生活をしていくと思うんですけど、まあ、やっぱそこに対して今までの普段の生活よりも一つ一つの食事の大切さっていうのが結構分かってくると思うので。でもいい回答してるな。模範回答ですね。無人島に行ったら自分で何でもやらなきゃいけないからいいと思う、はい。でももし食材の楽しさとか、はい、食材のありがたさを感じるんだったら、はい、いただきますではなくて、はい、頂戴いたしますっていう方がもっともっと大事だと思う、はいはい、本社でこういったような新しいマナーを学んで、はい、どんどん吸収して伝えていけたらいいなと思っております。ありがとうございます。お時間頂戴いたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。またお会いできますか。楽しみにいたしております。ありがとうございます。本日お時間いただきありがとうございます。何受かるなこれ。うまいこれ受かるな。これ何人が受かりそうやなこれ。はい、どうぞ。はい、失礼いたします。はい、はじめ失礼いたします。はい、どうぞ。自衛隊出身ですか。いや、自衛隊出身ではございません。そうなんですか。はい、はい、どうぞおかけくださいませ。はい、失礼いたします。誰が書けようと、自己紹介してから書けよう。それを愛想で言っております。はい。おい、いや飛びますよ、マジで。花尾伝言チャンネルから聞きました、はい、あ、伝言でございます、はい、今日はよろしくお願いいたします。お願いいたします。どうぞおかけになっていただけますでしょうか。はい、失礼いたします。はい、はい、それでは早速質問に入りますが、はい、おじぎに代わる新しい挨拶
って考えてみていただけます？お辞儀に代わる新しい挨拶でございますか？あなた結構面白いですね、これトリッキーですね。まあ、こういうグータッチみたいな、はい、グータッチが挨拶ね、はい、まあ、触れる面積がちょっと少ないので、あ、なるほど、接触断面積が、このバスケみたいな、他こういうのもありかなと思います。他には、他、まあ、クロール挨拶っていうのがありまして、例えばよろしくお願いしますっていう、面白くないねどうやさい、ちょっとどうやさい、ちょっと本当に失礼しました。私どもの会社を今希望してくださってるんですけども、はい、弱みって何かありません？弱み、はい、私ども強みではなくて弱み強みじゃなくて弱みに関しましては、ちょっと敷居が高すぎるのかなと思っております。ありがとう、ちゃんと言ってる。マナーというものは結構人々がとっつきにくいというかっていうものだと思いますので、人々がなるべくとっつきやすい形でマナーを伝えていくっていうのが多分非常に御社にとって大事なのではないかなと。そうなんです、とてもいいことをおっしゃいますね、はい、堅苦しくするだけではなくて、堅苦しい中に面白いことをして早く切り替えていくという、そういう方針を私は抱いています。新しいマナーってあなただったらどんなものを入れようと思いますか？まあ、基本的に型にはまったマナーというものではなくて、あ、この人と一緒にだったらいろんなことがやってみたいなって、やる気をこう彷彿とさせるような、マナーということです。なるほどね、はい、そうですね、そうですね、はい、お客様の社長オーナーはですね、はい、本当昔かたぎの礼儀作法のオーナーなんですね、はい、近代にも間違ったことをおっしゃいます、はい、それでもついていけますか？その社長の方と話したことがないので 100% は言えないんですけども、はい、社長さんの時代、我々の時代と時代に合ったものを提案する必要があると思っております。その時代に合わせてマナーも移り変わっていくので、それは私たち若者がなるべく説得していく必要があるのかなと考えております。で、それは私たちも昭和の方ってあんま好きじゃないですね、自分の昭和なんですけど、はい、それは仕事はものすごくできるでしょう、はい、平成の方は仕事できません、はい、できるって、はい、間違いだらけです、はい、なぜかというと経験がないからです、はい、昭和の方はそれなりに仕事をしてますから、はい、絶対に経験があるので、はい、失敗はないです、はい、意見は聞きますが、はい、意見だけであって、はい、それを絶対的にするとかしないとか言いかねます、はい、絶対しますとは言えません、はい、おっしゃる通りだと思います。それでも企業というのはですね、はい、社長についてこなきゃいけないんです、はい、普通になんか講義受けてるようなこれ、なんかどういう面接とかそのことは重々承知の上で私ども選んでますか？はい、選んでおります、はい、大丈夫なのかなって聞いても、今大丈夫ですっておっしゃってますが、はい、何をもって大丈夫とおっしゃいますか？もちろん全ての意見が通じるとは思っておりません。しかし我々若者が手を挙げないというのはどうかと思っているということが伝えたいのです。我々の方が、平成の方の方が世間知らずというのはもちろんそうなんですけども、その上で私たちはこう思っているってことを発信していくことっていうのは大事だという意味でお伝えさせていただいたので、意見を必ず通したいと思っているわけではございません。なるほど、それはとてもいいことだと思います、はい、私は昭和の方より平成の方が学ぶことが多いので、平成の方から学ぶことってすごく多いと思っています。はい、喋るねこれすごいなマナーっていうのは、はい、あなたが知らないから、あなたこんなこと知らないでしょっていうのはマナー違反になるんですよ、はい、あなた流のマナーでいいんですけど、はい、おしゃったにどうして私どもの弊社を選んでますか？やっぱり経験とが豊富ということもお聞きしておりますし、そのあたりから一度その僕なりのマナーではなくて、主観的ではなくて客観的なものが知りたいと思い、今度応募させていただきました。なるほど、はい、言い訳がましい男やなってことはよく分かりましたが、でも私はそういう方は好きです、はい、マジでこれ不完全燃焼で終わるからね、これどうしたらいいんだろう以上でお開きにします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、こちらの方からさ、見物ですよ。ここが一番緊張するところやからね。はじめまして。どうぞおかけになってくださいませ。あ、自己紹介させていただきます。はい、大阪大学に所属しております。お
さあ今お年を召した方、はい、お腹の大きな方が目の前に立っていらっしゃいます。その時に誰かが、はい、どうぞかけてくださいって自分より先に言いました。はい、次の態度どう取りますか。むずくない？心理テスト一発目の質問じゃない？ここでもし自分がさらに私もどうですかみたいなことを言うと、その人の親切を無理にすることになってしまいますので、その間に関しては、まあ、その人に対して尊敬の念を抱きつつ、私は生還するというのが一番。生還まあ普通そうなるよ、普通そうなるよ。悔しいと思いませんか？そうですね、一本取られたと思います。剣道かよ、これそれは何のためにするんですか、一生譲るの？そうですね、基本的にリスク回避というのもございますね。例えば立っている時に急に急ブレーキとかすると、例えばまあお腹が大きい方であれば、まあ、大事にダメージが来るかもしれませんし、お年を召された方だったら骨とかね来るかもしれないん でそうなってれば遅いんですよ、やはり。そこでね、声が見てますよ。あ、声が低くね。あ、低く、はい。まあそういう事件とかめったにないと思うんですけどね、はい、私は自分が幸せになれると思うんですね。心の豊かさ的な問題でございますか？ではないです、ね。はい、ではな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 い、来ました、いただきました。なぜそう思うと思いますか？そうですね、自分が幸せになる、まあ、先生のおっしゃる幸せっていうのはまあもちろんね、これからの想像でしかないんですけれども、まあ、強いて言うのであれば、まあ、この世界というか社会がうまく回る、まあ、つつがなく回るというのは、ひいては自分のために返ってくる、なすては人のためにならずと言いますが、そういうところからもしかしたら幸せというのを感じれるかなと思います。喋れてんの、ちゃんと。そうそうそう、なんよ、ちゃんと喋れてんの。思ったよりちゃんと喋れてんの。やっぱ癖対癖でいい感じ、いい感じにあの叩かれてる。ちゃんと癖を出せるよ。自分を幸せにするためのマナーって何がありますか？まあ先生のおっしゃる幸せって言いますと、まあ人に良いことをしたというのが、ひいてはね、自分の自己肯定感を高めるということになります。そうです、ね。例えば落とし物とか、例えば靴下とか、まあ、時計とか落ちていた時にもうね、結構いろんな方スルーされてると思うんですけども、拾ってちゃんと駅とか交番まで届けるとか、こういうのをやると、あ、自分いいことしたな、自分もね幸せだなと思うので、こういうのがいい例だなと思います。まあまあいいんじゃないですか、うん、回答としていい、うん、いいと思う。ちょっと営業には不向きな。あ、そうです。いや、何上げ足とやるから、せめてさ、あのこっちは得意なのかなって言ってほしいよ。あなたは希望してるのは営業とかに何か企画ですか？そうです、聞かれてるから俺は読めなかった。そうです。これ聞かれた。まあ、多分、まあ、今先生がなさってるように YouTube とかに出て、よりなんか広告、宣伝媒体の大きいものに出ることによって、より全国に全人類にマナーを啓蒙するというのが、ね、一番良い手段かと思われます。ちょっと新鮮でしたね、すぐ真面目に喋る。いやでも、やっぱランキーのことと、この職種以外で何か興味のあるものってありますか？そうですね、私、放射科学に興味がありまして。はい、放射科学と言いますと、はい、放射科学と言いますと、例えば、まあ、より良い研究を重ねるとか、そういうのをね、新たにやってくれによって、より、ね、人類とか、全世界を幸せにするという、こういう分野に少し興味がございます。例えば？そうですね、例えばでございますか、はい、例えば言いますと、テクネチームという元素がございます。いや、もう理系のフィールドに引き込んでるんだ。今理系のフィールドに。これ強い。テクネチームというのは、体の、まあ、悪い場所に対して特定にくっつくんですよ。そのくっつくっていうのは放射線が出てるんで、それを例えばなんか MRI みたいなそういう機械で、ここ悪いですよって示してくれるんですよ、それを飲むと。なんで、あ、ここが悪いんだなって医者が判断できて、こういう技術を持つテクネチームみたいな理由。お前これ聞いたら、お前に経営の企業行けよって思ってまうから。あなた興味を抱いてらっしゃるので、はい、もっともっとおすすめでやっていくということは期待したいと思います。企業というのはね、はい、技術力と接遇力っていうのが伴わないといけない。いくらあなたが本当に技術力あるんだろうなと思っても、はい、接遇力っていうことをまず身につけないといけないと思います。ありがとうございます、勉強になります。はい、以上です。勉強になります。ありがとうございます。ありがとうございました。結果的に言うと、一番のエリンさんがもうこれは私どもの会社にぜひともお願いしたいという方でございますね。次に言ったら、花尾さん、田楽さん、スンさんということになると思います。誰が悪いということではない、みんなこう欲しい人材ではあるけれども、今の方は辞めていただいてまで入っていただくということは、必要はない。要するに早く言えば4人とも、どうぞ、よそに。あれ？うまい？なんか、ダメじゃん、押してんじゃん。上げて、起こされた。
はい、まあ、というわけで今回の動画は、はい、キャリトレさんとのタイアップ動画になってるんですけれども、はい、キャリトレさんっていうのは、まあ、転職サイトのことなんですけれども、まあ、アプリもやってたりとか、あとはですね、今 YouTube チャンネルも運営されておりまして、はい、転職についての知識が、まあ、楽しく学べるというね、まあ、チャンネルになっております。我々も出演しましたもんね。我々もね、まあ、6本、まあ、コラボさせてもらってですね、キャリアについて語ったりとかですね、あと大喜利もありましたね。もうあのかなり正直かなり無茶振りされた。無茶振りも結構ありましたよ。あのフェルメスイーティーの企画も やらせてもらったんですけど、我々あの校長やったんじゃないですか。いやだからうまいんちゃいます。本領発揮したよ。ほんまにね、それあの結果出したよね。俺ら結果出したあれでは結果出した、はい、というわけで、まあ、気になった方はぜひ、動画の概要欄にリンク載せてありますのでチェックしてみてください。はい、というわけで今回の面接は終わります。さよなら。さよならでございます。でございます。失礼いたしました。失礼いたしました。失礼いたします。あの太ももで蹴るな言われとんねん。あ、神座。あ、神座。あ、左。